ただアブソルのこの位置なかなか警戒難しいですよ。さあ来ました、ワンピック成功。それアブソル君ナイスワンピックだね。それはしかもモノスワームも起動した。タイミングが重要となりますが、さあこれ釣り前取れた。ここでバレてしまったのでこれ以上難しい。いやビジョン抑えた。さあこれでリドル再展開です。もう一度 A に対して流れ込みを狙います。綺麗な M。 さあ釣り前時間ないですね。スパイクドロップを確認し時間がないことが分かりましたので引きます。まずはファーストラウンドムラッシュゲーミングリドールを封殺。ナノスワームもありますからね。スモークも到着。さあここからはビーシャップ始める。スモークできおーマイガー、トンボは抜いた。これでけー。しかもヤツカ君体力ないね。バンダル一発で死ぬ。カエデうわーカエデマジでいいな。耐えてはいるがジョジョが落としきる。2v3 のリテイクです。いやいい位置ですね。ヤスカカエデくんマキのポジションから BG を早々に抑えます。当てたんですがエースの HP は残り10。いやーカエデくんマジでいいな。なんとか取り切れたリドルでしたね。さあヌーコマンドを使ってのコンタクトラッシュ。逆にレイタレイタヒラリングできた。今見えてない。ワンキル2キル。おおナイス2キル。これは大きい。でかいエースが広がっている位置。ここはフラグメント動かした。さあスイッチ前アブソル入ってきてるが、よエースオーバーピーク。アブソルを抑えた。しかし限界ポジション耐えきれません。ブラッシュでけー。細かいところですけどうまいですね。オペレーターでオーバーピーク初めて見たかもしれません。これ4ラウンドメリオンです。そうですよね。さあこのオペレーター情報取れるか。スモークで車線を隠して、ソルダム、ソルダム、そしてヘブあーうめーソルダム、ソルダム、オペレーター強奪。ナイスメインでジャッジ、ビッシュが耐えてはいるが、しかし、サイトに出して、ハンタスより的確に入っている。うまい2人捉えたワンチャンス。さあこれで、本物1は確定。刺さったけど、うおー位置がバレている中でのプレイ。気合入ってんな、トンボさん。ダーツ刺されたプレイヤーに気合入ってんな。距離の詰め方。さあここでロックダウンです。ロックダウンに対していやハンターヒール打てないですね。ビッグは成功。しかしロックダウン破壊を諦めました。この間にムラッシュはなだれ込んできた。さあモクルキートンボカイで落とす。ショートを入り直している。あ入ってるけど間に合った。おおソルダムうまい。うわあKR ジェット来た。潰しきれずソルダムの残り時間は25秒。そしてダメ押しの0ポイント23秒。完璧なタイミング。サリドルどうする。いやーこれめっちゃチェンジしたい。スキル全部使え、スキル全部使え、スキル全部使え、スキル全部使え。ネード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 強っ。ネードネード。いやドンピじゃね、ドンピじゃね、ドンピじゃね。今の今のドンピじゃね。ミリオン勝ち。ヤツカ入り込んでいきますがスパイクを拾ってからでは間に合わない。うわここでブラッシュスリフティ。いやー完璧でしたね。まあスキルめちゃくちゃ残ってたね。さあ0ポイント人数3人落ちたか。これまた刺さるんじゃね。これめちゃくちゃ刺さるぞ。またしかもこれまた刺さるぞ。詰めてった。お前がお前がお前が前に出たところがソルダムうまく対応した。短期で乗り込んだ。さあエース残り HP11 ですが、しかし B 中も迫る。さあこの陣形を取られたということはもうピークしかない。うわーソルダム後ろからショーティー。うわーまあミリオン、まあまあまあ耐えきれません。俺の彼女悪く言わないで。アッパ潰した。おっと B 中さんさあローは2です。取り返しに向かう。ここはリドル素晴らしい読み。さすがに無理か。そうですね、すごいですね。さあこれでハーフ前最終ラウンド。今回はエリアキープして。アブソル君それ絶対倒して、絶対倒して。うまい潰しきってきた。さあリドル耐えきれるか。あ、見え、はっ、それが今見えてんの。反応えぐ。エースアンダーから顔出す。しかしアンダーやっぱエース君強え。トンボ託されているがリコに移ったところ前に行く。
うわー危ねー。さあトンボが救いました。7対5、リードとしてはあと一歩。リモートプレイのやつだよ、ね、ゲソリモートプレイ。カエデスモークしにショックボルト。さあうまく木抜き、ミリを倒した。かなり後ろ回りましたね。サイトはいい離婚。いやでもこれさ、こう、 うわ4人つった。中で耐える形を作ります。殺せないけど4人って状況めっちゃいいな。すでにサイトの中に入り込み始めた。さあレイターファイヤー。これはブラッシュでかリテイクじゃないね。昨日戦国どこだっけ、戦国だっけ。さあソロダムの位置、一人持っていかれました。倒れたらミリオン。いやこれは予想できないですね。どこかで勝負するしかない。しかしこのショートのラインは守り続けます。まだ勝負しますね。立ちはだかる。まあきついな。トンボが徐々に抑えて前に来ますが、いいのか、潰した。トンボ、しかし楓間に合っています。しかしソルダム、まあ、素早い仕掛けです。ソルダムであればあそこショーティーでね詰めてきますよね。返しの離婚に、返しの離婚に、そしてカウンター離婚。あラッキーラッキーラッキー、目的なくてよかったね逆に。いやむしろよく1キル返しましたね。逆に目的なくて助かった。展開してますが、クダウンを展開したのはリドル側ですが、ハンタースフューリー、さあソルダムの位置、ハンタースフューリー巻き込まれた。まさか展開。いやよくカバーした。トンボさんのウルト、ボレボレするな。スーブイフォーでのリテクトになります。こういうアドリブチックなウルトをマジで一番うまいぞ。アッパーに入ります。しかしアッパーの進行読んでいた。アウソン、ソープレタキープが分かった。削れるか。いやここでただこのソルダムの位置ですよ。オペ当てれるか。うわーいいスモーク、ちゃんとオペ対策のクリタ、えーらい。うまい方です。ソルダム、さすが。そしてハンターフューリー、ソルダムさんさすがっす。入り口のチョークポイントのラインでミリオンを倒れました。えらいね。さあビージュ入り込みますが、なぜそんなにしてるんだと。ビージュのラインにもオペレーター射線を敷いてきた。いやそして詰めてきた。オペレーター持ってない。おおっ、え、決め打ちでしょ。リーメイン、え、決め打ちだよね今の。やばくね。いやソル、いやいや打ち勝てないでしょそんなの。え、決め打ちだよね多分。ラッキー2回引いた。アイジエルも今刺さりやばすぎ今の。ハイミットはミリオンが隠れていますが、いやエリアコントロール凄まじすぎる。これグーロス、レーターが引き取らない限り。ソルダムの位置読めません。中に入りますが、タレットの反応を受けてリドルは返してきた。13対10。さっきのリドルブラッシュに対してファーストマップアセント、見事勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。すえさあソロダム進行します。これブラッシュリテイクにしちゃったのもったいないよな。映画は前見って情報を取ってたから、ヘブン固めるなにしないと。ちょヘブンが取っときたかったよな。危ない、前に詰めてきてる。さあうまくさばいたブラッシュ。ただ裏どうだ、リドル、ここはエース、エリをキープします。しかしビージュ危ない、めっちゃウケる。アーマーがうまく働きました。そうですね、結構ツボなんだけど。危ない、ヘブン射線、そりゃ危ねえ。ブラッシュは冷静に対処している。あとはビーバック、ジョジョ 1V1 も持ち込む。 1V? アブソル、アブソル、おー反応はえー出ました。これでいやドライでいきますね。 A メインドライです。さあペイントラを入れてアブソル、ワンピック成功。よく持ってった、ナイスワンだね。さあリドルは潰しに来た。よく決めた。さあレイターは隠れている。偉すぎ、この隠れているレイターに対してフォーカス当てられるか。レイター飛び出してきた。さあヘブン潰せ、カエデ。いやジャッジなんですよね。ミニオン、カエデとの 1V1。 あと10秒。さあ接地を通した。カエデ、そのまま強気のプレイで、こういうソロプレイだよね。別に村毛の悪口言いたいとかじゃないんだけど、やっぱこういうソロプレイで村毛できないよね。接地に踏み切りましたね。ショーストッパーで取り切りたいですが、相手もショーストッパーがある。さあブラストバック、
エントリーに対して、これはいいパラだね。これウルトスカしたのはめっちゃでかいけど、避けですが、避けてソルダム打ち勝っているが、ミリオンなんとかカバーしている。よく生き残りましたね。後続を潰したいミリオン。ナイス、うまく潰した。ムラッシュ、そしてリザレクション、トンボ落とした。そして A に走り込んでいく。 A のカメラとワイヤーがなくなりましたからね。ミリオンは管理はしているので、狙いにいってな、いってるな。ここは抑えきった。そしてここでヤツカが A メインプッシュしてきたレイターをさばきましたね。さあニューラルセフト、トンボ位置がバレている。パラノイアを使ってカバーをしますが、いや、よく1キル返した。1キルトレード、ミッドプッシュめっちゃいいけど下がるんですね。いやさ、そう、こういうとこ、こういうとこで勝てるかどうかで、まず、あ、めっちゃ音聞けた。こういうとこで勝てるかどうかでもう決まる。お、勝った。もうこれは、あー、なんでそれで覗きに行くの、なんで覗くのにミリオンは引くの、どっちなの。引くなら引くで2人で引いて勝負するんだったら2人で勝負しないよ。 A と B1 人ずつ任せた。これだよ、マジで良くないとこ。 A、B それぞれ立ち回ってるぞ。まだ生きてる。さあここで倒されたがミリオン、でかすぎるじゃんこれ。降りてるぞ。さあ知らせ、でかすぎない。おお、あ、まあそれで金だったらいいっすよ、どっか行って一人で。さあミリオン、それできる、それできるんだったらマジどっか行って一人で。しかし B 中が時間を稼いでくれました。これ B メインラッシュではないんで、ただ武器回収はできそうだ。おっとショップ詰めている。これアブソルのショーストッパー決まればあるか。これでもマジで、そしてベントの音聞いた。うわうわ、それダメ、ワンツースリー、うわやば、3人ホームった。スモークから顔を出せば敵の射線がある。ワンウェイワンまでは持ち込んだが、エースはフルヘルス。これは腕が見えました。タップ詰めのラウンドが、おっとソルダム見てるぞ。あーっと耐えきれなかった。少しアブソル、あー、まあいいカバーだなそれ。すまんすまん、踏み込んできているジョジョ。うわー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 、アブソル君これワンチャンス。あっ、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 しかし、ジョジョ、しっかりとアングルを絞りました。ラッシュを止める可能性があるのはミリオンのアビリティ。ミリオン間に合うか。うまいのはヘブン使ってるところ。そしてソルダムも挟み込んできた。いや、いい勝負。ショーストッパーがスローブによって止まっている。挟まれているが、サイト組まだ耐えてるぞ。さあミリオンが抜かれた。うわー、耐えてるけど、カバーカバーカバー、タイム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 、ビジュ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 、ああそう、こういうとこだよな。今の打ち合いも勝てたら強い。そこで2人目ニューラルセット。あー偉い。いやもうこれこれよ、これ今さ、ジョジョ何もビビんないでぶっ殺しに行ったじゃん。トキシックスクリーンからのペイントダウン、アグレッシブに行くと得すること多い。さあペイントダウンを使って相手の進行を阻む。しかしミリオンのラック、おー偉い、ミリオンのラック、これ呼べ、これプレッシャーにありますね。これ挟み込みもあり得る。ミリオンは早い段階で排除成功。エース、しかもランプも取れている。さあエルボー前、詰め切りにいっているムラッシュ、抜けた。さあヤツカ、ちょっと前に晴れて、そのまま前に行く。楓がアブソル落として、ビジュ残り60。うわー、うめーやつか。ヘッドショットです。気をつけて。ムラッシュ、この間に B ガレージ進行していきますが、またソルダもいるぞ。さあうまくメルボックス抜けている。アブソルの位置、しかしここはエース待ち構えていた。トンボ落とされてしまった。こうなると位置かなり限定する。木にエリアが狭まってしまう。エース立ち回り続ける。 B 前ジョジョも間に合っている。強すぎる。リードルマッチポイント、リードル作業。いやー、今の不穏印象は作業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 、しかしそれは完全によれてはいる。はい、これかなりいい形取れてますよ。ただショーストッパーリザレクションを、あ、変わってん、あっと隙間が
あ、見た。おお、偉い。さあ、レイタしっかりとチェックした。そしてエルボーからの進行にもアブソルケアしている。長所のアングル、ニューラルセット。そしてレイタも、なんかまあ、今のめっちゃウケる。なんか前出てきた。いや、素晴らしいですね。しっかりとアルティメットを切って進行方向はメールボックスになりそうです。長いやつね、このバッキーは怖い。さあ、まずはカバーラインから落とした。エースが落ちます。さあ、ペント、ここは裏取り許しません。しかしレイタが落ちた。まあ大丈夫でしょう。自分自身が生き残ることを優先した。メリオン、ジップを使った見事なピーク。さあ、エースか、裏から食うことを読んで一人持ってった。ジャンプを抜いた。おお、なんだそのエイム。すでに判明。おっと、抜いたぞ。ビージュ、さあ、それ挟みに行く。ジョジョ、シーカを切って、カエデうまくかわした。カエデくん、ベントバサミができない。しかしビージュはサイドランカーに飛びます。いや、これトンボが重要ですね。トンボの位置どうする。このアングル、ジョジョ打ち勝った。うわ、さあ、トンボ間に合うのか。ヘブンから、まだ我慢する。今行くんだ、ま、うわ、いいタイミング。これ仕掛けた。マジでいいタイミング。いや、壁もいい。これ正面どうだ。トンボ裏切り。あー、待って、うわー、対応している。ビージュ、あー、じーじー、ショーストッパーだ。うわー、これは会場間に合うでしょう。そうですね、13対8、2マップ目スプリット、リードル勝利従いまして、マップカウント2対0でムラッシュゲーミングにはリードルオーダー勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。